皆様、おはようございます。今日も、訪問いただきありがとうございます。短い時間ですが、最後までお付き合い、よろしくお願いいたします。思わず人に話したくなる雑学や豆知識をご紹介。話のつかみにどうぞ。おはようございます。私たちが、日常使う挨拶に、こんにちは、こんばんは、がありますよね。文字にすると、最後の一文字は、 和でなく、派となります。しかし、読むときは、こんにちは、こんばんはとなります。文字にして、こんにちは、こんばんはと、はと書くのは間違いとされています。なぜ、和と読むのに、派と書くのか。これは、そもそもの言葉の由来に関係していて、本来、後ろに続くべき文章があるのです。例えば、こんにちはお日柄もよく、こんにちはいい天気ですね。 こんばんはご機嫌いかがでしょう。などです。その後ろに続く文章が省略され、こんにちは、こんばんはという言葉になったのです。つまり、こんにちは、こんばんはの、はは、助詞なんですね。というわけで、はと書きますが、はと読むのですね。次のお話も、日本語の文章についてです。日本語の文章では、句読点を使うことが一般的となっていますよね。しかし、 江戸時代以前の書物を見ると、句読点が見当たりません。句読点が使われるようになったのは、明治20年頃とのこと。どんな人にでも読みやすいように、という意図からだそうです。その句読点をつけない文章が、いくつかあるのご存知でしょうか。表彰状や感謝状、卒業証書などですね。これらの文章には句読点をつけないことが決まりとなっています。句読点の意図は、どんな人にでも読みやすいようにです。 そのため、読みやすいように苦闘点をつけるという気遣いは、相手に失礼だと考えられたのです。そのため、相手に敬意を払うための文章などには、苦闘点を打たない決まりとなったそうです。同様の理由により、年賀状にも苦闘点をつけないのがマナーとなっていますね。ちなみに、終わりを意味してしまうため、祝いの文章などにもつけないですね。私たちが日常を使う日本語、ややこしいところも多いですね。 ところで、このややこしいという言葉、皆様もよく聞かれると思います。西日本では、特によく使われる言葉ですね。ややこしいとは、複雑、面倒、厄介、紛らわしいなどの意味ですね。関西地方では、赤ん坊のことを、ややこ、とも言います。赤ん坊は、まだ言葉が話せず、泣いている理由さえわからないことも多いですね。そこから、 ややこしいという言葉が生まれたそうです。ちなみに、赤ん坊の大義語は、もちろん大人ですよね。ですので、ややこしいという言葉の大義語は、おとなしいとなります、ね。皆様、いかがでしたでしょうかこんにちは、こんばんは、和と読むが、はと書く。表彰状、感謝状などの文章には、苦闘点をつけない。ややこしいの、ややこは、 赤ん坊のこと、ややこしいの、大義語はおとなしい。今日のお話はここまでです。また、次回も見てくださいね。皆様、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、お願いいたします。また、次回配信もぜひ、お越しくださいませ。